お手寄りは変わってないよ。変わってないけど、あそこ今人気すぎて、あんまり降りてないね。お弟子さんトリオメンバーは変わったね。今は、また一人、変わった。新しいメンバーでブラギングライツも出たね。エイムが一点アサルト持ってんじゃん。これも珍しいよね。強化された後の武器ってなかなか手に入らんからな、初動ではね。オッケー。ああ、弾がない。ああ、ポンプじゃないから。こんばんは、こんばんは。坂上忍ばないさん、羽生譲らないさんいらっしゃい。いいアイディアな。いやー、出た。プライマルの金。これ、ほぼ、あるよな。サブマシンガンやから。あんまり、中距離とか狙っても当たらんけど、近距離強いよな。これとポンプ持っときゃ、近距離は勝てそうよな。下20、もう一人いるのか。エイムが どっか行くんやけど。今の環境ポルスさん、俺はまあ面白いと思うけどな。割と好きやで。プライマルショットガンも言うて対策しとけば多分あんまり、なんていうの、強い時は絶対あるけどね。けど脅威になりすぎるかというと、うーんって感じはするけどな。まあ、使っててトリオは強かったけどね。アップ何やってますか？アップは、俺の作ってる競技勢による競技勢のための練習マップを、マンフィンさんコースと張り替えコースを一周ずつするのと、レイダーのピースコントロールマップ、一個昔の方を一周は確実に毎日やってるね。絶対毎日やってる。プライマルショットガントリオ一人は持っといた方がいいと思うな。カバー役マジでプライマルショットガンでカバーしたらガチで強いで。1v3 も勝てるレベルで強いな。カバーでワンボックス、味方が囲ってくれたところを自分がとつるみたいなね。2点で割れた。それはやばいでしょう。マジでこういうのがあるから怖いよな、プライマルショットガンは。あれで死ぬからね、相手のエイムが良かったら。撃ててないの？撃ててないのか。おお、すーごい武器強いな、この人。めちゃんこ強いぞ。エイム合ってないのか、今の。このエイムが悪いな。ごめん。おし。ああ、なんで びっくりして落ちてったんかな。あと16人もいるじゃん。ワンチャン20キルあるんやけど。俺、前のシーズン確か18キルぐらいで止まったんよね。20キルいかんくてさ。猛者の証、ソロアリーナ20キルで行きたいな。
俺のキル、危ねえ危ねえ危ねえ、外から撃たれとった。待って、あー一瞬で溶けてる。イエス、20キルきつ厳しくない？俺どんだけ頑張ってもあれ間に合わんかったんけど。アンチ外で戦うことになるしな、俺やってることなかなかえぐいけどな。10秒ぐらいで戦って倒さないと。あ、やばい。危な、危な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 。普通に10秒とかじゃなくて負けるって なんかなんとかなったようわからんけどなんとかなった。もう無理じゃん。あと、あと6人しかいない。ダメだ、20キロの未来が見えないんやけど。ラッキーああいやー、ほんまに難しい。ユミ当てれる気せんな。あ、これ3人いる、もしかして全員集合した。おお、そうくる、メンタル強。顔出とるけど大丈夫？マジ？俺カメラつけてないからな。カメラつけてないのに顔出とったら俺もうね、生きていけへんで。あー無理や。優しい痛みやった。よし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 、配信で1回は勝つっていうノルマがあるからな。よかった、今日は勝てたわ。GG。